こんにちは、カズです。この動画ではアジアを代表する5つ星エアライン、キャセイパシフィック航空とシンガポール航空のファーストクラスを比較したいと思います。比較する項目が5つ、チェックイン、ラウンジ、シート、機内食、そしてサービスです。キャセイとシンガポールでどう違うのか一緒に見ていきましょう。キャセイの本拠地、香港国際空港でキャセイのファーストクラスに乗る場合、ファーストクラス専用チェックインカウンターを利用できます。 モダンなデザインすぎて私には理解できなかったのですがめちゃくちゃシンプルで特別感が全くありませんでしたチェックインカウンターで立ちながらサクッと済ませるスタイルです一方シンガポールチャンギ国際空港でのファーストクラスチェックインは他のエアラインとは別の建物でチェックインを行います中にはファーストクラスとスイートクラス搭乗客そしてシンガポール航空の上級会員が使えるチェックインカウンターがありますソファーもあり花もあり隣とのカウンターとも距離があるためプライバシーも保たれます 成田空港にある ANA のジェットカウンターに似た感じの作りですチェックイン時にファーストクラスの特別感を感じることができるのは明らかにシンガポール航空ですキャッセイのファーストクラスラウンジはザ・ピアーとザ・ウィングの2つがありますセキュリティゲートに近いザ・ウィングでは数種類のシャンパンが楽しめるシャンパンバーとカバーナというシャワールーム兼バスタブがある個室を利用できるのがメリットです天井が吹き抜けとなっているので非常に開放感があります 一方、もう一つのファーストクラスラウンジ、ザ・ピアはセキュリティゲートから遠く、搭乗ゲートよりも下の階に位置しています。ちなみに最寄りゲートは63です。ファーストクラス搭乗客は無料で15分のマッサージが受けられます。これに加え、飛行機を見ながら昼寝ができる個室が利用できるのもメリットの一つです。ザ・ピアとザ・ウィング、どちらもレストランスタイルで食事ができるダイニングルームを完備しています。 キャッセイのファーストクラスも含めワンワールドファーストクラス搭乗客以外でラウンジが使えるのはワンワールドエメラルドとキャッセイのトップステータスであるダイヤモンド保持者です。意外とラウンジにアクセスできる人が多いようで混み合っていました。シンガポール航空ファーストクラスとスイートクラスのみが利用できるラウンジがプライベートルーム。 他のスターラインス加盟エアラインのファーストクラスチケットがあったとしてもシンガポール航空のトップステータスがあったとしても利用できませんそれがゆえに非常に利用者が少ないのがメリットですそしてラウンジ内で提供されているシャンパンは高級シャンパンのドンペリもちろんおかわり自由です空港ラウンジでこんなに利用客が少なく高級シャンパンが飲めるラウンジは世界中探してもなかなかありません 食事はキャッセイ同様メニューからオーダーしてシェフがキッチンで作ってくれるスタイルです豪華な食事ができ優雅な時間を過ごせますがソファーでリラックステーブルで食事をする以外は特に何もやることはありませんラウンジからの眺めもイマイチですそこがプライベートルームの欠点ラウンジにいてリラックスできるのはシンガポール航空のプライベートルームいろいろラウンジで体験して乗り継ぎ時間を潰すのが目的ならキャッセイのファーストクラスがおすすめですここは好みが分かれると思いますが 私が楽しかったのはキャッセイのファーストクラスが搭載されている機材はボーイング 777-300ER 座席配置は111の合計2列のリバースヘリングボーシントです合計6席のファーストクラスキャビン一席一席に花も飾られていてとてもおしゃれです。 シート幅が広いのが特徴です。大人が2人、横に並んで座れるぐらいの幅があります。窓側シートは窓に向いていること、通路を通る人が少ないこと、特に 1A、2A に座る人は2人で左側の通路をシェアすることになるので、非常にプライバシー性の高いデザインとなっています。シートパッドがしっかり、そして柔らかいため、ベッドにした時にマットレスなしでも快適です。マットレスなしでこんなに快適なファーストクラスシートはキャッシェだけかもしれません。 非常に優れたシートです。シンガポール航空ファーストクラスが搭載されているのも同じ機材。ボーイング 777-300ER です。座席配置は JAL や ANA と同様の121合計4席のみのファーストクラスキャビンです。横に4席並んでいるのでキャッセーのファーストクラスに比べると若干狭く感じます。 シートは正面向きシートベッドにするときは CA の方がマットレスを敷いてくれますシートの背もたれを前に倒してベッドにするタイプなのでベッドになる面が多少硬めでしたもちろんマットレスで軽減できますが寝心地はキャッセイのファーストクラスベッドの方が断然良かったですキャッセイは座席配置が111で合計6席シンガポール航空は121だけど合計4席シート自体のスペースがよりゆったりしているのは座席が多いですがキャッセイです そしてシート幅が広くベッドにした時に寝心地がいいのも断然キャセイです。私はファーストクラスに乗った時に食べる機内食はそのエアラインの国の食事をオーダーするようにしています。キャセイでは中華料理をオーダーしました。キャセイファーストクラスの機内食のいいところは美味しいキャベアとチーズが提供されていることです。その他の食事は味付けが薄めなので私のように濃い味が好きな人は物足りなく感じると思います。 出てくる食事が結構同じような味付けなので飽きてしまいましたちなみにワインリストはファーストクラスにしては種類が少なめでした国際線ファーストクラスでシャンパンの種類が1種類ってさすがに少なくないですかねシンガポール航空の機内食は事前にオンラインで好きなものをオーダーできます普段の機内食に加え事前予約しかできないものもたくさんあり種類が豊富です機内食の量も多めで味付けもちょうどいい なのでお腹いっぱい美味しい機内食が楽しめますただしシンガポール航空の場合ファーストクラスに乗っていても必ずキャビアが食べれる保証はありません実際私が乗ったサンフランシスコ香港のこの路線ではキャビアの提供はありませんでしたちなみにシャンパンは高級シャンパンのドンペリとクルクワインリストも種類が豊富でした機内食に関してはキャビアが提供されない残念なところ以外はすべてシンガポール航空に軍配が上がります どっちに乗っても素晴らしいサービスであることは間違いないです。ですが、両者は若干違いがあります。ちなみに私が搭乗した時は、キャセイもシンガポールも満席でした。まず、キャセイファーストクラス搭乗客6名に対して担当クルーが2名。一方、シンガポール航空ファーストクラス搭乗客4名に対して担当クルーが2名。ということで、シンガポール航空の方がマンパワーがあります。それが理由なのか分かりませんが、シンガポール航空のクルーの方がエレガントに働いている印象を受けます。 忙しいんだけどそれでもちょっと余裕がある感じで対応してくれます。キャセイは2人で回しているため、乗っている私から見ても忙しそうだなっていう印象を受けました。最後にキャセイのクルーから手書きのメッセージをいただきましたが、これは単純に嬉しかったです。忙しい姿を見ていたので、なおさら感動しました。次にキャセイの接客はよりフォーマルな感じです。シンガポール航空はキャセイよりもインフォーマル。ファーストクラスなんだからビシッと接客をしてほしいという方はキャセイがおすすめです。 一方フレンドリーなサービスがいいという方にはシンガポール航空がおすすめですよりクルーとお話ができるのはシンガポール航空だと思います私はクルーと話ができるのがファーストクラスの特権の一つだと思っていますシンガポール航空のクルーの接客の距離感はフレンドリーすぎでもなくフォーマルすぎでもなく私にとってはぴったりでした ということでまとめてみると僅差でしたが3対2でシンガポール航空ファーストクラスに軍配が上がりましたどちらも非常にレベルの高いファーストクラスを提供しているエアラインだと思います5つ星エアラインと表彰されているのは納得です今回の比較動画はキャセイとシンガポールのファーストクラスでした前回は JAL と ANA のビジネスクラスファーストクラスをそれぞれ比較しました他にもこんな比較動画が見たいというリクエストがあればぜひコメント欄で教えてくださいそれではまた次のフライトでお会いしましょう